ホリエモンチャンネル。乾杯。居酒屋ホリエモンチャンネルです。いや、自分の名前を言ってくださいよ。ホリエ高文です。はい、皆さん乾杯ってことで寺田由紀です。本日から居酒屋ホリエモンチャンネル始めまいりました。本日はですね、ここアグリ5566さんからお届けしますが、本日一緒に乾杯してくださるのはゲームクリエイターの斉藤豊さんでーす。乾杯。イエーイ。乾杯。これ本当のビールですか？これリアルビールです。これなんですか？はい、ゼロとか入れてないでしょ？ゼロとか入れてない。本物の焼酎だ。本物です。あー、本物だ。前回まではバーホリエモンチャンネルってやってて、私たちもちょっとバーテンダーの格好に扮してですね、やってたんですけど、ありがとうございます。やっぱなんかね、ゲストと距離があるなと思って。あの部屋ではありますからね。そうなんですよ、バーカウンター。だから本当は夕方ぐらいから飲みチャンネルで、ちょっと早い夕方から飲みチャンネルにしようかなと思ったんですよ。でも朝からちょっとごめんなさい、スケジュールの都合でね。ちょっとね、もろもろの都合で叶わなかったんですけど、うん、そう、そうなんだ。はい、ってことで本日から居酒屋なので、いいですね、僕は普通に飲んでいただいて、好きなことをお話しいただく感じ、はい、だから居酒屋ホリエモンチャンネルだから、本日の一品があった方がいいんじゃねえかみたいな話になって、はい、作ってきました、寺田が。やった。ということで、ありがとうございます。本日の一品はさ、はい、何でしょうか？第1回の本日はですね、これなんだ、ほうれん草の寺田特製ほうれん草のおひたしです。おひたし、おひたしです。おひたしになってましたけど、おひたしです。ということで斉藤さん、はい、うん、斉藤さんは知らない人もいると思いますけども、うん、ちょっと簡単に自己紹介。皆さんはじめまして、斉藤豊と申します。ゲームクリエイターという仕事をずっとやってきている人間です。ごく最近堀江さんと本を出しました。ここにある指名される記事という本ですけれども、まあ、これは多分堀江さんとのお付き合いの最初の方だと思います。今ゲームを一緒に作りましょうという話がありまして、まあ、その打ち合わせの過程でなぜかゲームより先にこの本が出来上がったんですけれども、まあ、今後何かそういうデジタルの部分でもいくつかご一緒する予定のものです。ゲームクリエイターの人って、僕の知り合いなんかみんな変な人なんですけど、僕だけ例外じゃないですか？どっちですか？例外なのか例外じゃないのか。例外じゃないんじゃないですか？じゃないらしいですよ、斉藤さん。いや、斉藤さんは全然変じゃない方ですけどね。僕もそう思います。このモデルの子可愛いですよね。可愛い、ね、ちょっと寺田さんケバケバにしちゃったみたいな。まあね、でも私そんなケバケバにしても多分ちょっとエロさが足りないからね、そういう感じにはできない。これ無理ですか？これできんのかな。この表情してみてください。できてますか皆さん？なんか貞子入ってますよ。できてるでしょ。ちょっとこのファスナー、まあまあまあ、うん、なんか、うんうん、ペロってしとけばいいんだよ、エロさん。この本はどうしてお二人で書かれたんですか？本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した斉藤豊さんとホリエモンの共著指名される技術、六本木ホステスから盗んだ稼ぐための仕事術は、クライアントをリピートさせる技術を分析した本、ビジネスに役立つこと間違いなしの一冊です。また斉藤豊さんはリンゴの木の下でなど、他にも数々の書籍を出されています。現在は絶版になっていますが、この番組で再版になるかも。今後の動向にも注目です。さて、次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。